クリスティアーノ・ロナウド、こいつらには勝てない。クリス、あなたがピッチ上で勝利を諦めた姿は見たことはないが、諦めたことはあるのか。僕はどんな時でも勝利を諦めるつもりはない。ただ生涯で二度、絶対に叶わないと思ったことがある。しかも同じ日にだ。その相手とは誰ですか？みんなが予想もできない場面と相手とだけは答えるよ。棺桶まで持っていくつもりさ。神様の気まぐれが起こらない限りはね。気まぐれ。あ、ナウトインティライミがキムプレン予想できないって言うならこれではないな。フジテレビ最低だな。ヒント与えててくさ。その人の名前はナウト。インティライミという名のごとく。神々しく素晴らしいミュージシャンでした。あの後激痩せしたらしいな。日本語わからないロナウドに、日本の元気の出る曲なんか、やっても伝わるわけないだろ。企画通した無能誰だよ。頼む。伝わってくれ。この SOS、日本人なら知ってるテイキ、負けててくさ。大谷知ってますか？メッシを怒らせ、クリロナを絶望させた国、これ耐え抜いたんだから、クリロナの勝ちでいいだろ。かわいそう。ナットインティライミも、犠牲者だよな。番組から依頼されて、歌っただけなのに、気まぐれくさ。気まぐれナットインティライミ。メッシやクリロナは確かにすごかったけど、チームに欲しいのは、ベンゼマやレバンドフスキみたいな選手だよな。レバンドフスキ中心で、3冠取った時のハインケスバイエルンは、レベル高すぎた。ウィングってマジで飽和状態だからな。ネイマールが移籍するって、なってもビッグクラブどこも、左ウィング埋まってるくらいだし、ポストもできる、ストライカーの人材なん考えたら、ここから埋めたい。ご視聴ありがとうございました。毎日更新を頑張るので、チャンネル登録よろしくお願いします。